はみさんこんにちは、カイカイです。そんじゃ今日は、えー、少しまあ、驚くべき知らせという話にはなるのかな。ゲームズな、えー、ゲームズコムのオープニングナイトライブにおいて、プレイステーションが何かしら公開してくれるという話が出てきました。えー、詳しく言うと、ラチェットクランクリフトアパートの最新映像とかが公開されるっぽいです。なんでこの動画ではその辺のことを軽くまとめて、 行こうと思いますでこれの。この動画を最後まで見て、えー、その時に楽しんでいただけていたのならば、ぜひチャンネル登録と高評価の方をその時によろしくお願いします。では、入っていきましょう。で、驚くべき知らせだと言われている理由が、一応ねあの、ツイッターのお知らせであったんですけども、他の方のツイートとかを見るとわかるんですけども、えー、この方が言っ,てるのに言ってるように、ちょっと待てよ、えー、ソニーはゲームズコムで何も公開しないんじゃなかったのかっていうふうなことを言ってる人もいるようにもともとはゲームズコムにおいて、 えー、ソニーは何も出店しないと思われていたんですよもうソニーも、えー、マイクロソフトもですけども最近は基本的に自分のイベントをやっておりますし、まあ、特になんか懇意にしているとかそういう結びつきが強いわけでもない限りはそういうイベントはあまり出していないんですねソニー自,自身最近のゲーミングイベントなんかは全く出ておりません E3 だっけ、まあ、とにかかくなんか ソニーが出てないイベントとかたくさんありますので、えー、そういうのと同じ関連でゲームズコムも何も出ないんじゃないかって思われていたんですが、えー、ここに来て唐突にジェフ・キーリーさん、えー、私が動画を録画している時点で11時間前ということですので、だいたい今日この動画が出る日の0時ぐらいに、朝0時ぐらいに出てきた情報っていうことになりますね。で、じゃあこれがどういうものなのかっていう話になっていくんですが、 えここですね。プレイステーション5デモオブラチェットクランクリフトアパート。なので、デモということなので、おそらくは、ラチェットクランクリフトアパートを通して、プレイステーション5の新機能とかそういうものを自慢する系のやつになるんじゃないかと。おそらくですけども、例えば 3D オーディオをいっぱい導入したり、 あとはアダプティブトリガーとかそういうものがラチェットクランク例えばショットガンの武器でアダ,アダプティブトリガーを2段階に引き分けることによってそれでショットガンのダブルバレル感を出すっていう風な話も以前から出てきておりますがそういうところをもう少し詳しく解説して映像に乗せて見せてくれるんじゃないかなというふうに考えておりますでこのオープニングナイトライブっていうのが木曜日の 8時、2時、11時、まあこれ全部あのアメリカの別々の時間のやつなんですけども、非常に配信したいができないというのもですね、えー、ここにちょっとあの重要なお知らせっていう感じで入れさせていただくんですけども、私が今日本に帰郷しておりまして、それでまたアメリカに戻るんですよ、大学に行くために。で、それの関連で、えー、ここから数日間ぐらい動画の制作ができないと。なので、今日、 のうちになょっと2本今ネタあるんですけども3本目以降がちょっとネタないんで、えー、それが見つからなければ、まあ、2本取り溜めしておきますでその取り溜めの分は、えー、明日あさっにかけて投稿していきますけども、えー、それが尽きてしまった場合、えー、そこからちょっと時間が空いてしまうかもしれませんちょっと長旅が本当になんか1日ぐらいもう旅だけにかかってそこから時差ボケとかいろいろあってしかも学校の準備とかもしないといけないんです,すごい大変なんですよねなんでそこは先に えー、言わしてもらおうかと。ちょっと、数日空くかもしれません。本当に申し訳ありませんが、別に失踪したりしてるわけではないので、えー、ご安心ください。あと、配信もできませんが、まあ、あとで反応動画というのを上げるとは思います。で、えー、それを踏まえた上で、また話、戻っていくんですけども、このデモにおいて、例えば、アダプティブトリガーとか、そういうものが公開されるだろうっていう話ですが、えー、 一応ゲームでもってことなんで多分一番綺麗なところを見せてくれると思うんですよね。それと他にあと SSD の分の公開とかもあると思うんですけどもそういうところを、えー、っとなんだザ・チャーノさんっていう人がいるじゃないですか。うちの動画でもうちの動画じゃないうちのチャンネルでもたびたび名前が上が,上がってるかな。えー、時々動画のネタにしててあのゲームエンジン開発者が トレーラーラに反応してみたみたたいなやつ動画を出しててくれてる人ただその方が海外の方なんで、それを私が翻訳してまとめる形で出しているっていうやつなんですけども、あの方が出してくれたぐらいのタイミングで、私もちょっと出せばいいかなと思っております。で、じゃあ実際何が見せられるのかについての軽い予想ですが、まあ、先ほど言った内容と、あとは解説とか入れてくれたら,な入れてくれたら嬉しいなという。 一応、ラチャットのクランクリフトアパートが、えー、先ほどのザ・チャーノさんが言うには、実際ゲームのクオリティ、グラフィックの綺麗さっていう点ではあんまり改善していないと。結局、アニメチックなアートスタイルですので、そういう部分において、まあ、例えば毛のふさふさ感とかそういうものを改善することはできますが、めちゃくちゃポリゴンを増やしてなんとかなるもんでもないし、えー、そもそもアートスタイル的にアニメチックなんで、そこからフォトリアリズムに進むわけにもいかないしってことで、 プレイステーション5で大幅にパフォーマンスが強化されたところで、えそこまで変わらないんですよね。じゃあ、どこを変えることができるのかっていうと、例えば SSD の強化とかそういうものもあるんですが、やはりパーティクル効果のえ強化、増強、そういうものが入ってくるんですよ。で、そのザーチャーノさんが言うには、まあ、パーティクル効果は今までに見たゲームの中でトップクラスですごい綺麗だったっていう風な表現をしていて、えそういう部分で、じゃあどういうパーティクルを利用しているのかとか、じゃあパーティクル以外でえどういう部分をちょっとアニメチックでありながらも画質を改善するためにやったのか、ゲーム プレイにおいてはどういう部分が強化されたのかとかね、えー、そういう部分を解説してくれたら嬉しいなという感じですで、えー、このオープニングナイトライブかオープニングナイトライブにおいてじゃあプレイステーションがこのゲームでもを 公開すするるっってててていいううここととははももしかしかたら他のことも出出んじゃねっていう話はねある程度出てきておりま,すまあこれに関しては本当に噂程度の話なんで別に何か根拠があるというわけではなく1個出すんだから他のも出すんじゃねっていうね漠然とした期待ですけども他のゲームに関してもね多少見せてくれると非常に嬉しいなとは感じておる。 ところです、すで非常に私の方で気になったコメントが1個ありまして、えー、ゲームプレイはすでに見たんじゃないかっていうねコメントがここにあるんですよ。で、こちら、あの普通にジェフ・キーリーさんからあのツイートが返ってきておりまして、えー、これは完全な、より長いカットなしのデモになるぞっていうふうなことを言ってくれております。要は、あの、もともと見たラチャクラのトレーラーっていうのが、 s s t の速さを自慢したりとか、あとは軽くゲームプレイを見せたりっていう点では、まあ、ちゃんとしたゲームデモではあったんですけども、飛び飛びだったんですよね。あの別にそれは、s s t の自慢をしてたあの世界の間をビョンビョン行くところの話をしてるわけではなくて、単純に場面設定から場面設定に飛んでたんですよ。まあ、レートレを見せたりとかね、そういうこともしていたんですけども、そういうところを、まあ、かいつまんで話していたんですね。今回のゲームデモはそういうものではなく、 1>, 1本の長い、まあおそらく5分,ら分5分から10分程度になるだろうというふうに言われているんですけども、えー、そのくらいのちょっと長めのゲームデモがノーカットで出るんじゃないかというふうに言われております。で、このノーカットでどういうふうに出るのかっていうのが、その先ほど私が言ったように解説してほしいなということなんですけども、 えー、ゴーストオブツシマの、あのー、戦闘解説だっけなんかゲームシステム解説トレーラーみたいなやつが出てきてあれと同じ感じで説明してくれたら非常に嬉しいなと、えー、私個人としては思っておりますさて、えー、この話はこんなもんにしましょうで尺がもう少しあるんで、えー、ここからはほんと久々ですけどもコメント返しを、えー、していこうと思いますうちのチャンネルでもねなんか最近ある程度大きくなってきていろんな人に動画が届くようになって非常に嬉しいんですけども、あのー、面白いんですよね 動画が少ない人数に届けば少ない人数に届くほどこう自分の言ってることをちゃんと考えて、えー、理解しようとしてくれる人が増えてコメント欄の話です逆に動画が多くの人に届くと、まあ、動画をちゃんと見てないけどタイトルとサムネだけでいろいろ判断してなんか適当なこと言う人が増えるんですよね本当にねあの別に何これを通して何か言いたいとかじゃなくて本当に面白いなと思いますよでまあ この PS6 の話を軽くしましたがこれがあまり伸びてなくてまあ結構長いコメントが多いことからもわかるようにちゃんとねいろいろ考えてくれてる人たちがいっぱいいますのでえその辺をね話すのちょうどいいかなって思った感じですのでえ見ていこうと思いますしかもコメント数が多いんですよやっぱ内容が難しいとそういうところで議論が活発してくれるのはすごく嬉しいですね えー、そしたら行きましょう、えー。1個目、2個目、3個目。今度から俺が1個目取ろうかな。えー、5G が出た段階で 6G のプロジェクトはすでに進められているので PS6 に相当する何かの構想はもう出ているでしょうね。ああ、確かに。別に 5G が利用される、利用されないとかの話ではなく、単純に1つの、えー、テクノロジーが出た段階で次の構想は始まっているっていうことの比較ですね。それは間違いないと思います。ただ PS6 の構想っていうのが、その PS、 えー、ローカルゲーミングの PS6 になるのか、それともクラウドゲーミングに特化した PS6 になるのかっていうのが非常に不安なところです。えー、っと、6とか7とかのレベルじゃ、もう240フレーム当たり前だろうし、もう2 0テラフロスとかになってるだろうな。えっとね、6とか7のレベルだと、まあ、あるとし,てらしたらの前提ではありますけども、そうですね、一応 PS4 が 1080p30 ターゲットで、PS5 が まあ100%ではありませんけどもアップスケーリングとかも加味すると、えー、4K60 ターゲットっていうふうに言えると思います解像度とフレームレートを掛け合わせるならば8倍になってるんですねってことはえー、っとターゲットで言えば PS6 が 8K120 で PS7 が1 6 k 240ってことになるんですが、もちろんその辺で画質との兼ね合いっていうのも、えー、存在しますし、新しいテクノロジーとかも出ますので、えー、その辺を加味すれば、確かに PS6 の段階ですでに、えー、240フレーム、4K240 とかは軽く出せているとは思います。もう PS5 プロの段階でそれは可能かもしれません。まあ未来の話ですので、そこまで予測はすることはできませんけどね。で、ここで20、F、テラフロプスって言ってますが、えー、っとねー、 PS5 Pro が出るとすれば、その段階ですでに 20TF ロップスは視野に入っていると思います。20はさっさと突破して、えー、PS6 は一旦飛ばして、もうちょい先の話したいんで PS7 をここで出しますけども、えー、PS7 がローカルで出るとすればもう50突破するんじゃないですか。一応シリコンの限界っていう話の動画ではありましたけども、あの動画で話した、あのー、ちょっと限界が来そう。 でも、まあ、もう少し改善点はいろいろあると思います。一応、プロセス濃度の縮小とかによって、あの動画で話してなかったんですけども、温度を下げることによる、まあ、コールドコンピューティングっていう名前が確か付いてたんですけども、そういうことを通して、さらに、えー、チップの燃費っていうのは向上しますので、より冷却手段の低下。で、冷却をちゃんとすればするほど燃費が向上しますので、その、まあ、性のフィードバックっていうんですかね、えー、そういうところも期待できるんですよ。まあ、ちょっと複雑な理論なんで押さえませんでしたが、まあ,あ、あの動画は全部複雑な理論だったか。 えっと、スタディアが発達したら PS は5でハードとしては最終になるんじゃないかな。えっとね、この、この前提が強すぎる。この前提が強すぎる。スタディアは発達しません。あの、あんな大失敗のテクノロジー。クラウドゲーミングが失敗すると言ってるわけではありません。スタディアがもう、下手くそすぎたやり方が。もう、うん。えー、まだ研究中なので絵に描いた餅なんのです。もうちょいムつ見にすか。 もちなのですが、お餅食べたい。えー、っと、現在のシリコンベース CPU ではなく、酸化ガリウムベースの次世代 CPU、GPU が出て PS のスペック向上を期待したいです。そうなると、広報交換などは不可能になるだろうかな。これさ、えー、これもまた、あのー、シリコン以外の素材においてのマイクロチップっていう風な話になってくるんですけども、酸化ガリウムがなんでチップになるのか自分が理解できないんですよね。あのー、本当に私は知識が、これに関しては浅いので、えー、私はもう本当、バカなこと言ってるかもしれませんが、 シリコンの方がガリウムよりちっちゃくねって思うんでしょうちょっと周期表調べようかちょっと待ってねウィキペディアじゃない画像検索の方がいいよなガリウムどこだっけなんでそうするのサイトじゃなくて画像を出してくれないかな 不便ですねインターネットって。よし。えー、そしたら、えー、窒素の下にガリウム、左下ですね。えー、ガリウムも一応、えー、っと、メタライトに分類されるやつだったかな。まあ、とにかく、えー、その酸化ガリウム。酸化ガリウムって、明らかにシリコンよりでかいんですよ。あもしかしたらでかいからこそ、トンネリングとか、勝てるのかな。まあ、私自身もその辺は全く分かんないんで、あんまり詳しくは言えないんですけども。えー、それと、そうなると、広報互換の度は不可能になるだろうかなってことなんですけども。 どうなんでしょうね。一応、素材を変えて、変えたとしても、ロジックゲートとかそういう形が一緒であれば、まあ、インストラクションセットとか変わらないんじゃないかなって思うんですけども、その辺はさっぱりわかりません。よし、続いて。 えーっとこっちか、えー、最適化は VR によって進むと思います人間の、えー、視神経の転送よりはせいぜい VGA 程度しかないとかつまり中止している部分しか情報量がなく残りは脳が組み立てているわけです視神経を乗っ取ることはできなくとも VR であればアイトラッキングで見ている部分だけ細かくレンダリングすることは可能です 8K16K の画像を生み出す必要はありませんただし VRAR のハードウェアイ,インターフェースはゲーム機で言えば未だにブロック崩し カセットビジョンのレベルでしょう。進歩していくのはそちらになるでしょうね。確かに、アイトラッキングを利用した、えー、っと、VR、VRR、えー、VRS か、Variable r a ー e Shading。とにかく、見ている部分を、見ている部分だけ高解像度でレンダリングして、その他を割と適当にやっちまうっていう技術ですけども、確かにそういうものによってパフォーマンスはさらに出てくると思います。ただし、正直、あの量子コンピューティングとかそういうものを視野に入れる必要が出てくる前に、もう、 ムアの法則の限界まで到達してしまえばおそらくはそういう小手先の技を利用しなくともあのもうドストレートに 8K120 とか出せるようにはなってるとは思いますまあさすがにその程度のパフォーマンスはシリコンベースでもいけると思いますそっから先にどう進むかなんですよね一応パフォーマンスを パフォーマンスの必要性を議論せずに、じゃあパフォーマンスを進めるのはどうすればいいのかっていう話になってしまっていて、まあ、この先、例えばデータセンターとかはもちろんパフォーマンスはあればあ,れあるほどいいんですが、ローカルのゲーミングとかに絞って考えれば、別に 8K120 に到達した時点でその先は必要ないと思うんですよね。じゃあそこから先にどういう技術を利用して、そのパフォーマンスを使い切ることができるのか。 っていう話になってくると思うんですよ。まあ、それはこの他のコメントでも出てきてるんですけども。えー、そんな先の話。誰もわからない。わかる人がいるんですよ、たまに。な,なんかいるんですよ、あの、ケモンみたいなやつが。えー、こちら。ゲームの将来は、か、か,っか、 ゲームの将来を語る上で欠かせないのは解像度どこまで向上させるかって話一般家庭に設置可能の大画面テレビというのは 8K 解像度こそが最終桁になる気がしています 10K16K も一応企画としてはあるみたいなんで三角と全角混ぜた、えー、それだけの高解像度をギリギリ一般家庭に設置可能の70インチ、80インチとかの画面に押し込めた場合果たして人の目は 8K と 10K と 16K の違いを認識できるのか疑問です解像度の終着点をどこに持ってくるかで PS6 や PS7 の g p に必要とされる最終的なスペックが大きく変わってくると思います 賛成 8K が限界だと思います、私も。8K120 とか 8K240 でいいんじゃないかな。えー、さすがに鬼が笑う。ごめん、何のこと言ってるのかわからない。えー、っと、正直、4K120 以上のパフォーマンスは必要かという気がするので、SSD みたいに周辺機能の充実じゃないか。さすがに SAO みたいなフルダイブ VR とか出るなら全然足りないけど、それなんですよ。それなんですよ。それなんですよ。やってみたいですよね。そういうさ、あの、神経に直通する技術とか、あ、 あれじゃないあの、すでにテスラじゃないあの、イーロン・マスクが作った会社のどれかが、あの、なんか脳に直接インターフェースするやつを作ってましたよね。あれによって、なんかフルダイブ的なものができるようになれば、素晴らしいと思います。あとは、そうですね、一応パフォーマンスの限界っていう風な話はしておりますが、な、なんていうのかな。あの、SAO みたいな世界観だと、すごい、な、なんていうのかな。 すごくリアルな世界観というものになるんですけどももし、まあ、フルダイブとかではなくても例えば全てのアセットが物理ベースのレンダリングでされてしかも分子レベル分子単位の物理ベースレンダリングが行われているっていうとかになってくるとそれだけのパフォーマンスは必要になるんですね、まあ、CPU がバカみたいに必要になるかと思いますが その辺もね、一応将来的な行き先としては、パフォーマンスの使い道では,使い道ではありますけども、あると思います。SEO ですね、えー。自分の思うチップレットデザインとは、ライゼンの例で、例えば1チップレット単位が、えっと、チップレット単位、この単位はおそらく、えっと、CCX とか CCD のことですかね。で、このチップレットの数を増やせば上から下までラインナップが揃うという生産性のためのもので、 専用設計部分を大幅カットできるという利点です。ライゼン前の MD はすでにラインナップごとに設計費を調達できないほど追い詰められてこの方法に行き着きました。だけどこれには一つのチップとしては無駄も多い。モノリシックデザインは全て専用設計になっていますので、チップ単位での効率いいが。 当然設計効率としては非効率と言える 3300X で1チップレット単位が4コアになりましたが3100の2コア ×2 チップレットと比べて効率がいいと言われているのも2つに分けるよりも効率が良くなる主にはキャッシュ効率ですがそれだけでもありません、えー、インテルの14ナノメトルのモノリシックの専用設計を毎回に詰めてチップセットまで毎回変えての専用ですから高クロックでゲーミングに強いわけです案外消費電力も少ないですからその効果はなかなかですゲーミングに強いのは賛成消費電力少ないのは 場合によるあのー、結局ゲーミングパフォーマンスっていうのがある程度クロックと結びついてしまっている現状ですので、えー、クロックが高ければ高いほどいいんですけどもクロックが高ければ高いほどにしてしまうとちょっとね消費電力 300W とかになるんであのチップ3 0 0はやばい、ね、3D スタッキングは材料そのものを見直しが必要だと思いますが要は縮小限界、えー、ん縮小限界つまり横に増やせないなら上下に増やせばいいという考え方例えば2層にすれば えーっと、単純に倍のトランジスタを確保できるというバカバカしいほど単純な考え。3層4層と続けば、あとは上下の距離に短さも問題メモリ等々に有効でしょう。それにしても冷却がどうなるかとか問題は山積みだと思いますが、そんな感じですね。一応、チップレートデザインとして、とにかく最小単位を小さくして、その最小単位をたくさん組み合わせることによって生産理率を向上させるという話でしたが、やっぱりある程度、えー、パフォーマンスというか、<laughs> えーっと、何て言うんですかね。な、何て言うんだろう。ある程度、 そう技術的に進んできて経験が積んでくると、まあ、生産理率も別にシップレットデザインの最小単位を小さくしなくても出せるようになってきてそうなると最小単位を上げていった方がいいんですよ。ここで言うようにキャッシュ効率もありますしあとはあの。 チップレット同士をつなぐインフィニティファブリックっていうやつがあるんですけども、えー、そいつをとにかく速くしないとパフォーマンスが出てこないんですよコア同士の会話っていうのができなくなるんで,でやっぱりコア同士の会話っていうのは同じ台に搭載した方が早いんでそういうところを考えるとやっぱ同じ台に全部入れた方が一番早いんですよねなので最小単位はでかい方がいいけど、まあ、最小単位をいかにでかくしてかつ小さくするかみたいな小さくすることによって生産収率は向上できるしでかくすることによって パフォーマンスは向上する。そこの兼ね合いが非常に重要ですよね。P6 はクラウドだろうな。嫌だ。嫌だ。嫌 <laughs> じゃ。えー、クラウドコンピューティングが 5G の理論値に近い性能が出せれば、XR?XR?XR? まあいいや、えー、ユーザーは、 入出力装置だけ買えばよく初期費用が,費用が抑えられるし最先端のチップを下ろしてもらえなくても、えー、物量で勝負できてアメリカのプラットフォーム支配に対して中国が挑戦しやすいしかな,りかなりありそうに思えるアメリカのプラットフォーム支配ってどういうこと中国が挑戦しやすいわからん。何のことがわからん。えっ、ー、と、海外さんのお話、原稿なしにそこそこまとまっているんじゃなかったでしょうかお疲れ様でした。ありがとうございます。あの原稿、最近原稿作る時間マジでない。 えー、余分な、余分かもしれませんが、えー、補足を少々。えー、TSMC そろそろ N5、あ、そうそう、このコメント先に読んでたんだ。N5 やって、N3 もね、すでに稼働予定になってる。 で、それで大面積が半分になると言われているので、ピックナビ搭載の PS5 プロも2020年、22年末には出そうと思えば可能となります。技術的には可能という話で実際に出すかは別の話ですので、誤解なきを。そうですね、あの、コンソールの間に2年しか空いてるのはやばい、な2年しか空いてないのはやばいので、えー、最低でも3、4年は空けると思いますので、まあその時には、えー、それどころか2 0テラフロップス以上もね、普通にあると思います。一応 これまでの経験則じゃないですけど、コンソールのパフォーマンス,パフォーマンスっていうか、スペックですね、紙面上のスペックで言えば、だいたいミドルレンジ程度ですので、えー、実際この8 0 c 2 0 t f ロップスっていうやつが、いつミドルレンジになるのかって話になってくるんですけども、確かに2020年に出てきて、そこから2年後ぐらいにはね、ミドルレンジ級になるんじゃないかって考えると、割とありだと思います。えー、次に PS6 についての考察は残念ながらもう時間が遅いので、今日はやめておきましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。っていうか、おはようございます。m、え、u、ー、の法則をぶっちぎるゲーム機なら、量子コンピュータより超、 超低消費電力が見込める光回路チップの方が好み。光回路チップはね。聞いたことあるけど、あんま詳しくは知らないけど、消費電力が低くなるんならいい頃っいいことですよね。 実際あの、チップの消費電力の大部分っていうのはデータの処理ではなくデータの移動に使われているらしいので、えー、そういうところをいかに効率よくできるか、そういうところのデータ移動を超効率よくできれば、それだけで熱量が減って、この動画の初めの方にも言った通り、えー、熱量が減ると消費量も減らすことができて、そこからさらに熱量も減るっていうことで、えー、い,い,いいフィードバックループができるんで、非常に嬉しいとこですよね。というわけで、えー、ちょうど20 20分ちょいぐらいかないい感じの時間だと思いますねこの辺で締めましょう楽しんでいただけたらためにだと思っていただけたらぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします他のチャンネルや動画など動画のコメント欄じゃない動画の説明欄にありますので気になる方ぜひご確認くださいではご視聴ありがとうございましたバイバイ